はい、厚生労働省の、厚生年金適用促進対策の、平成27年度予算というのが、101.6億円で、平成25年度予算額の、20.2億円の約5倍というようなことがですね、言われてますけれども、今年度、平成27年度もすでに今10月ですので、上半期はね、もう9月末までで終了していますので、この予算額で、一定のですね、厚生年金適用促進というのを、実現していくということのためにはですね、来年3月、年度末までに向けてですね、強力な適用促進がね、日本年金機構の方で行われるものだと思われます。で、法人であったらですね、社会保険というのは法律上強制加入なわけですけれども、例外的にね、法人であっても社会保険に加入しなくてもよい、加入、あるいは加入できないケースも例外的にあるわけですね。で、今回、アンケートのようなですね、文書がたくさんの事業所さんに送られていると思いますけれども、このアンケートの趣旨といいますのはね、この例外的に、加入しなくてもよい、社会保険に加入しなくてもよい法人なのかどうか、あるいは、やはり加入しなきゃいけない法人なのかどうか、こういったところをね、確認するためのアンケートということが言えます。